こんにちは。さあ、豊さん、はい、まあ、自主トレのいろいろ情報が入ってきますけれども、うん、あの面白いな、いろいろな。いろいろ面白いです。あの記者の方もね、こういろんなネタを皆さん持ってきて、そうだな、はい、記事にしてくださるので、うん、で、あの一時新庄監督が清宮選手に、君ちょっとふっくらしてるから痩せた方がいいんじゃない？いや、まあ、痩せたら女性にモテるかもっていう、その一言で、はい、9キロ減マイナス9、最近ものすごいスリムになってびっくりしてましたけれども、うん、まあ、体重ってあんまり関係ではないけども、はい、飛ばすとか飛ばさないとか、ね、はい、まあ、天性なもので、やっぱ清宮っていうのはボールが飛んでるけどね。あ、その清宮選手がその新庄さんに言われた時に、なんで君減量しないのって言ったら、痩せたら飛ばなくなるから、うん、太った方が飛ぶからパワー、まあ、まあ確かにパワーは蓄えられるよね、はい、例えば腕が細いとさ、はい、バーンと衝撃っていうのは、ボールに対しての衝撃っていうのは弱いじゃない、はい、やっぱ太い方が衝撃に対して、うん、あのな力を伝えやすいじゃない、はい、だから、まあ、ちょっとしたことは、まあ、単純なことなんだけども、うん、まあ、そういうことは考えられるよね。ただ、うん、やっぱこう1年間戦っていく上で、はい、無駄なものを持ってるとやっぱ怪我しやすいし、はい、太ってる人っていうのはスタミナがあるよね。スタミナが、まあ、痩せるとなくなるとか蓄えとか、はい、まあ、森藤が遭難したら、はい、例えば3日で死ぬ ところを、はい、俺の蓄えだと1週間ぐらい持つんだよ。そのまあなんでしょう、はい、で崖から落ちた時の衝撃がもろくるでしょ。もろきます。俺衝撃来ないからね、なかなかね、クッションになるかもしれない。だそのぐらいしか太って、はい、なんかいい理由っていうのはあんまないんだよね。例えばなんかボールがデッドボールで当たった時に衝撃を吸収するって痛いけど、うん、痛みは半分で済むかも。そうです、それ こっちは骨折かもしれないけど打撲で済むかもしれないとか、まあ、そのぐらいしかないんだけども、はい、まあ、清宮の場合はさ、やっぱこうキレを出すために、うんうん、まあいいかもね。その体のキレっていうのは、野球選手のキレっていうのは、それはスイングとかですか、それとも走るのもそうですとか、まあ、守備、スポーツって走るものじゃない、はい、走ることに対してのスピード、キレがないとやっぱ伝わらないよね、バッティングには、うん、でやっぱ走ることがキレよく走れるっていう人は、やっぱバットを持たせてもキレよくスイングできるよ。はい、例えばイチローが、ね、うん、前世の時に、はい、やっぱあれだけの脚力を誇り、盗塁もしてバッティングもキレが良かった、うん、大谷だってそうじゃない、はい、やっぱ足の方が速い、キレがいい、バッティングだってホームラン打つ、はい、やっぱねキレなんだよね、体のキレっていうのは、やっぱこうスピードであったりだとか、はい、そういうことに通ずるものがあると思うんだけども、だから清宮がこれから変わってきそうなのは、そういうキレが良くなってくる、うん、だからまあ振ってたボールが振らなくなったりとかさ、キレが良くなってくると止まるっていうか、ここで振らなくてもキレがいいからもうちょっと引きつけられるとかさ、まあほんとちょっとだけどね、はい、そのちょっとが大きな差を生んでくるというかね。なるほどね、うん、だから悪いことではもう全然ないよね。一方で、まあ、マイナス9キロ痩せた方もいれば、うん、プラス17キロパンプアップした方もいらっしゃってですね、それが巨人の中田翔選手。すごいよな、17キロだろ。109キロのベストに戻したということで、うん、自主トレで夜はみんなで米25ということで、あの秋広選手がね今一緒にトレーニングやってますけれども、 その秋広選手もやっぱり体格を大きくするために、自主トレでみんなで、朝昼2合、夜5合、みんなで食べて夜20合ぐらい炊いてると。すごいよな。いや、まあ、例えば秋広なんかは高校から出てきて、はい、まあ、1年間経って、はい、まあ、体はねしっかり出来上がってないと思うんだよ、はい、いい筋肉をつける、持久力をつける、やっぱ食べることって大事だと思うんだよね、はい、今の時期は。だから俺は正解だと思うんだよ、まあ、別に食べないよりは食べた方がいい、はい、食べて動ければいい、うん、これ食べて動けなくなったら終わりだけどさ。そうですよね、食べてまだ動ける若さがあるから、はい、動いて怪我のない体を作ってほしい、うん、ただ中田翔が17キロ、そうなんです、あ109キロがこれがベスト、本人のっていう。おーすごいな。ちょっともうコストコ行ったことある？あります。5キロのタバの肉って売ってるの知ってる？知ってます。めちゃくちゃ重いし、めちゃくちゃな、これこんなついてんのみたいな。
あれが掛け算ですよ、うん、だからそれ考えると結構怪我しないでいいのかみたいな。そうですよね。だからその秋広選手は2メートルも超えてますし、うん、で一応今99キロでベスト100キロまで持っていきたいっていうことなんですけど、うん、まあ秋広の場合はまだベスト体重が分かってないと思うよ。じゃあこれ誰かの、まあ、アドバイスで、いや、 やっぱり一旦大きくしてそこからこう筋トレとかして、はい、まあ、いい筋肉をつけて、はい、あとはこう削っていきたいっていう風な。なるほど。一旦大きな身からこう削るという、うん、ね。ということはじゃあ中田翔選手はそこから削るわけじゃないですよね。中田翔ももう30超えて、はい、ベスト体重が109、はい、俺は逆にちょっと絞った方がいいと思ったけどね。それはどうしてですか。いやこれからキレもなくなっていくしスピードもなくなっていくしね、はい、なんていうの、その体重が増えることが一番マイナスになってくるかなって。俺が30超えて気をつけたことが、はい、やっぱ体重の増加だもんね。あ、そう。これはもう怪我に直結するっていうこと。まあタイプが違うけどね、中田翔とは、うん、中田翔はホームランを打たなきゃいけないっていう、はい、俺は走れなきゃいけないっていう、うんうん、極端な違いはあるにしても、はい、やっぱ体重の増加っていうのは俺は怪我につながると思ってたし、はい、大丈夫かなっていう心配にはなる。まあ、中田翔選手はまあ一応守るところ一塁ですし、うん、まあね、ホームランバッターですけど、うん、やっぱりちょっと守備でも怪我につながってくるとか、もちろんもちろん振った時にあっていうものだったりとか出てくるってことですね。17キロだろ。いや去年いろんなことがあってやっぱりその、まあ、痩せるわな、精神的にも痩せ、そうですよね、うん、一時期やっぱりすごく痩せた巨人のユニフォームを着てって形だったんですけど、うん、そこからやっぱりプラス17キロっていうのはこれ体でも17キロも痩せたんだね。あれも一見から多分そうだと思います。ただそのマイナス17になったことでやっぱり成績につながらなかったっていうことが、じゃあ体重を戻さないといけないっていう感覚に変わってくるってことなんですか。体重単なるっていう、うん、まあ、中田翔のベストが、はい、まあ、一番いい時だよね多分ね、中田翔の109キロ、うん、まあ、これがベスト体重だとすれば、うん、やっぱそこを目指すっていうことは確かに あるかもわからない。ただやっぱ一年一年年も取ってきてるし、はい、一年一年こう老化にもなってきてるしね、うん、だからそこら辺が本当にベスト体重が109キロなのかっていうと、はい、ちょっと疑問には残るけどね。そうですよね。だから、うん、新庄監督は清宮選手の体を見て絞れと言った、うん、でも一方でやっぱ中田選手は自分は109キロそのボッとしてた方がいいんだっていう、その見極めというか、そこも選手どうなんですかね。まあ清宮は実績としたらほぼないじゃない。はい、秋広もないじゃない、うん、だからその体重の増減っていうのはどういうふうになっていくのかっていうのはこれから楽しみだよね、はい、でも中田翔っていうのはやっぱもう一線で働いてきた人間だし、うん、はい、109キロっていうベスト体重だっていう自分で感じるその重さっていうのは分かってるはずなんだよね。ただ年齢と相談してるのか、はい、っていうことなんだよね、うん、だから森藤がね、じゃあ20キロの重りを持って走れるかっていうことだよね。無理です。まあ、全体的についてるからその20キロの重さっていうのは、うん、ね、体感とはちょっと違うけども、だけどちょっとね俺は体重がちょっと心配だけどね。でもそれだけ去年痩せたっていうんだったら、うん、はい、もう激痩せしてるんだっていうふうに聞けば、はい、まあ、納得はするけど、うん、いや 5,6 キロしか痩せてないのにっていうふうになってくると、うん、まあ、せっかく絞れたんだからと思うけどね俺なんかは。逆にね、それで体のキレで軽くなって、うん、そうそうそう、怪我につながらない方が、うん、ね、いいのかな。いや俺はいいと思うけどね。まあでもこれはやってみないことにはわからないしね、うん、ただ年齢的から考えると、まあ、これからは太るよりも維持していった方が長持ちはするだろうね、うん、そうですね、選手生命的には、うん、体的にもってことですよね。そうそうそう。でも20号はい、まあ、炊くやつあんのか。いや誰が炊いてんだ。多分一応 お月の人ですかね。そうなのか、秋広選手が米くれって怒った。あの破産しそうなので中田選手が誰か米を送ってください。送ったろうかな。いやさ、でも20 1日で20号なくなるんですよ。なん龍の瞳って知ってる。あのお米の銘柄ですか。食べたことないです。
めちゃくちゃうまいから。でも多分味わってはないと思いますよ。いやこれはね倍ぐらいするんだけど普通の米より。あ、そう、どこどこですか、お子さんの。岐阜。岐阜。へえ、龍の瞳。めちゃくちゃうまい。美味しいです。あとね、青森の青天の霹靂っていう米も美味しいんですよ。あ、そう、はい。いくらぐらい？結構それもやっぱね普通のよりはします。いや龍の瞳、うん、見てたら送ってください。